た餌を食べる時なんですけれども、ペンギンたち口の中に歯は生えていません。ですので私たちのように物を噛み砕いて飲み込むといったことはせず、丸飲みしてしまいます。しかし口の中にはですね、突起物がたくさん生えていて、この突起物のおかげで捕まえたいものを逃さずに喉の奥の方まで上手に運ぶことができるんです。それではですね、電話のペンギンたちが無事ペンギン舎の方へ戻ってきたところで、ペンギン